マミムメモさやかと申します。この動画はツイステッドワンダーランドのメインストーリーエピソード6の実況プレイもどきのゆるゆる動画となっております。このようにネットに投稿して人様に見せる意図はほとんどなくって 100% 自分の思い出だけで収録してたものになるんですけれども、6章を終えて7章が来るタイミングでメインストーリーを物語の初めから配信することを機に初見のリアクションの方もついでに投稿しちゃおっかといった経緯でこうして皆様にお届けすることになった次第です。いつもの実況動画と雰囲気が違うかもしれませんけど、友達とねゆるっとゲームしてる感覚で見てくださると幸いです。動画の始まりは6章の39から。オバブロ組がスチュークスに嘆きの島に連れて行かれて、ルーク先輩、エペルンルン、そして監督生が嘆きの島に向かい到着したところから動画は始まります。そこから6章の最後まであります。そして7章はライブ配信をしています。そんな中途半端野郎ですけど、少しでも楽しんでいただければ幸いでございます。前置きが長くなりましたが、それではどうぞご覧くださいませ。6の39。嘆きの島についてとこね。君らさ、リアルはゲームと違って気軽に生き返れたりしないんだから、あんまり無茶な真似はしない方がいいと思うよ。代理とはいえボスが拙者じゃなければみんなまとめてあの世行きでしたぞ。すごい、海の中に町が。意外と石石しいよね。ああ、私たちは本当にたどり着けたんだね。見たことないよね、ヘラクレス。嘆きの島に。テンション上がってるところ悪いけど、ここは観光地じゃないんだよ。チャリで遊びに来たみたいなテンションでホウキ一本で気軽に乗り込んでくるな。すげえ、これネタにされるってすごくない？ここまでこれ本当にすごいね。頭のネジゆるゆるか。言い方。本当にイデアさんだ。ロアドドラゴンから聞いた情報は真実だったんだね。イデア・シュラウド、君がスチュークスを束ねる嘆きの島の番人であると。なんてことだ、驚いたよ。驚いたのはこっちですわ。どうやってここに。その質問に答える前にまずは確認させてくれないか。スチュークスが連れ去ったみんなは無事なのかい。悪の秘密組織ブルノも飽きてきたから素直に教えてあげるけど、全員呆れるくらいピンピンしてるよ。ああ、よかった。彼らが連れ去られてからずっと心配で心臓が張り裂けそうだったんだ。というか、君たち学園でカロン班に秒で負けたんだろ。賞賛ないのに、なんでこんなところまで追いかけてきちゃったわけ。言っただろ、ビルの気球存亡の時だと。気球存亡。辞書によれば危機が迫り生き延びるか滅びるかの重大な瀬戸際のことだね。ルークハントさんは何度もその言葉を口にするけれど、ビルシェーンハイトさんは何か命に関わる重大なトラブルを抱えているの？いいや、しかし時を失すれば、あるいは私たちはビルの危機的状況を打破するため発生参じた。あえてまだビル様って言い張るっていう。愛する友のためならばこの身がどうなろうと構わない。どうかビルにこれを届けてくれないか。何これ、飲み薬じゃないよね。瓶内部の成分をスキャン。主成分は水、ビタミン C、コラーゲン、薬草由来の精油。これってもしかして。そう、ビル愛用のスキンケア用品さ。エピル君かわいい。命に関わる薬じゃないんかい。本当にただのスキンケア用品。脱走を企てるため、化粧品と偽って危険な魔法薬を差し入れに来たとかじゃなく、今全ての成分をスキャンし終わったけど、
腐食性の液体や毒性の強い成分は一切含まれていない。皮膚に潤いを与える成分やおまじない程度の魔力は込められてるみたいだけど、なんでそんなに静かに見られる本当にただの手作り化粧品みたいだね。やば、どこから突っ込んでいいかわからんそんなもの命を危険にさらしてまで届けに来る必要ないでしょう。どう考えても。何を言うんだい、ロアディテーション部。実質の君なんや。君の言う通り、命よりも尊いものなどこの世にない。だが、命に代えても惜しくないほど大切なポリシーを持つ人間もいる。あんたらは。スキンケアをサボった時のビルさんの怖さ知らねえからそんなことが言えるんだ涙出てきたんだけど笑いすぎて、マンズおっかねえハンデ、そんな力説されましても。え、君ら他に要件ないの？マジでそれだけ？ウィ被験体へ化粧品を届けるために嘆きの島を襲撃するなんて、デュークスの保有するスーパーコンピューターシステムをもってしても予測不可能な行動パターンだレアケースとしてデータを保存しておく必要がありそうだね。ルーク氏とエペル氏の目的は分かった。全然理解はできないけど、私も仲間にいてほしいんだけど。これで、そっちの君、うん、オンボロ寮の監督選手。話題振られた。君は何しに来たわけ？まさか君もグリム氏のキャットフードを届けに？それとも毛づくろい用のブラシ？え、まだ出てない。寮生を取り戻しに来ました。グリムを話しするために来ました。いや、グリムかな。ここはグリムにする。は？ごめん、よく聞こえなかった。悪いけどもう一度言ってくれる？なんか硫黄のかけらが耳に詰まってたみたいで。トリックスターはオンボロ寮の監督生として唯一の寮生であるグリム君を迎えに来たのさ。わざわざ言い直すなよ。聞こえてるに決まってるだろ。これ違うのかな、セリフ。いるよね、実力もないくせにヒーロー気取りで感情に任せて突っ走る迷惑なやつ。君らと違って僕は忙しいんだよ。おさむん友情ごっこに付き合ってる暇ないの？じゃあ彼らはナイトレイブンカレッジへ強制送還？そうしたいところだけど。ホルト、ちょっとこっちに。どうなるんだろう。レテの顔はなるだけ同時に使用した方が認知の阻害が少なくなる。それにあいつらを学園に戻したとして、レテの顔の準備が整う前に教師や他の生徒を抱きつけられても厄介だ。だから本部にいる問題児たちの検査が終わるまではルーク氏たちも島内の施設にいてもらおう。確かにそうだね。ルークさんたちがこの島へたどり着いた方法もデータが取りたい。本部にアクセスして彼らを安全に留置しておける場所を検索してみるよ。ちょうどヘカーテ地区の研究施設に空き部屋がある。僕が案内して調書を作成するね。サインしてもらわなきゃいけない書類もあるし。助かる。僕は本部に戻ってさっさと問題児どもの検査を終わらせないと。昨日保留にしてた被験体 F の調査、少し時間がかかりそうなんだよな。グリムさんは本当に特殊な被験体だもんね。頑張って兄さん。はーい。それじゃあルークハントさん、ペペルフェルミエさん、それから監督生さん、君たちには聞きたいことがたくさんあるんだ。僕についてきてくれる？ウィ。だがその前に一目だけでもビルたちに会えないだろうか。元気な姿を見て安心したいんだ。検査が全て終わるまで被験体への接触は許可できない。ごめんね。全工程終了を確認したら面会できるよう手配するから、もう少し我慢してくれるかな。そうか、分かったよ。滞在を許してもらえるだけでもよしとしなくてはね。てわけで僕は本部に戻るけど、追加実装した問題児たちは
これ以上変な気を起こさないように、おとなしくホルトの指示に従って。じゃあね。イデア君、待っておくれ。まだ何か。スキンケア用品を忘れているよ。ちゃんとビルに届けてくれるかい。リョウ、検査が全部終わったら渡しておく。メルシー、ロアディテーション部。ちゃんと喋ってくれるよね。頼むから少しくらい空気読む努力してくれないかな。疲れるわ、ほんと。なんだこれ。え、めっちゃかっこいい。ドローン。うわ、めっちゃかっこいい。乗り物、かっけえ。ねえ、かっけえ。兄さんが乗って帰ったのはシュテュークス製の魔導ビークル。ビークル。通称チャリオットだよ。チャリオット。嘆きの島の住人のほとんどは今君たちがいる地底層にある旧市街ではなく、この島を覆う外壁、オキアノスの居住区で暮らしてる。各種リニアレールやエレベーターは完備されているけど、飛行ビークルで移動するのが一番効率がいいんだ。外壁、僕には空にしか見えないけど、そういえばここは海の底なのに空があるなんて不思議。人間の生態は心身ともに自然光に著しく影響を受ける。だから島内の環境も各種最新技術によってなるだけ地上と同じ状態に保っているんだよ。外壁内に人工的な天空を再現。天候の変化や四季もある。森林や河川なんかもね。はいは、素晴らしい技術だね。ここが地底だなんて私にはとても信じられない。そうでしょう。ここは地上よりずっと快適なんだから。素晴らしいといえば、今私たちの周りに立つ建築物もとても美しいね。この特徴的な柱は英雄の国の遺跡にあったものと似ているが、大昔嘆きの島は英雄の国の一部だったんだって。この旧市街に残る建物はその当時の名残さ。なんと。ではこれらの建物は遺跡そのものということかい。実に素晴らしい保存状態だ。島の真ん中にある大きな白い柱は何かな。あれは君らが入ってきた嘆きの島の入り口、オキアノスホールからつながるシュテュークス本部。あの柱はこの嘆きの島を貫いてずーっと下まで続いてる。つまりあそこにグリムたちが。あの柱の下にはたくさんのファントムが埋まってるんだ。ほ、今は氷漬けにされてみんな眠っているけど、興味本位で不用意に近づかない方がいい。え、フラグですか。僕みたいにえなりたくないなら。どういうこと。無臭お人形、意味どうしたんだい。なんでもない。でもイデアが作ったんだよね。とにかくこの島には危険な場所も多いから、観光気分でうろうろしちゃダメだからね。本当の弟だったりね。さあもう行こう。僕の後についてきて。みんな NDA にサインをしてくれてありがとう。君たちがこの島へやってきた方法や動機についても詳細に話をしてくれて助かったよ。でもどれもヘンテコすぎて、このデータが今後の防災予測に役に立つかどうかはわからないけど。そうかい。我々はとても自然な感情からここへ向かったのだけど。思っても行動できないもんな。届けに来た人、一方的にコテンパンにされたのが許せなかった人、それから被験体と対話するために来た人。人間って本当に理解しがたい、いや予測できない行動をするよね。中でも驚愕に値するのはこの島へたどり着いた方法、ルーク・ハントさんのユニーク魔法 ICU だ。
この情報を得た瞬間に、さっきなぜ君が一目でいいからビルたちに会いたいって言ったか理解したよ。ビルシェンハイトさんたちにユニーク魔法をかけて居場所を把握するつもりだったんでしょう。バレてしまったか。やっぱり兄さんも言ってたけど、本当にナイトレイブンカレッジの人たちって油断ならないんだから。ステュークスがビルたちをひどい目に遭わせているのなら強硬手段に出るのもやむなしと思っていたんだが、オルト君が丁寧に状況の説明をしてくれたからね。彼らがオーバーブロッド後、賢者の島の魔法医術師に適切なケアを受けていたことは知っていたけど、ステュークス本部でより専門的な検査とブロッドケアを受けていると聞いて安心したよ。っていうか、ステュークスの人たちはなんでヴィルさんたちをあんな乱暴な方法で連れ去ったのかな。ひどいことをするわけじゃないなら連れ去る前に説明してくれればよかったのに。ごめんね。基本的に被験体は冷静に対話ができる状態じゃないことがほとんどなんだ。だから双方の被害を最小限に抑えるため、まずは対象を確保、その後に事情聴取っていう行動を取らざるを得ない。オーバーブロッドした魔法師は理性を失った怪物も当然、欲望と妄執の塊と言っていい。自分の願いを叶えるためならどんな手段も厭わない危険な存在だからね。それにこれだけ短期間に近しい人間が連続でオーバーブロッドするなんて、過去にもほとんど事例がない。ステュークス側も警戒せざるを得なかったのさ。調査の結果、なるほどね、幸運にも全員が正常な状態に戻っていたことが証明されたから良かったようなものの、最悪の事態も想定できたからね。オーバーブロッドした本人もそばにいた人間も誰も命を失わなかったことは本当に幸運なことなんだよ。そうだね、私たちは本当に幸運だった。ビルがオーバーブロッドしてしまったあの日のことを夢に見て飛び起きることがある。鏡よりも彼の500万人のマジカメフォロワーよりも近くで彼のことを見つめていたつもりだったのに、私は彼の隣で彼の何を見ていたんだろう。うん、ルークさん、すまない、後悔しても仕方のないことさ。それに私が手を差し伸べたところで彼のオーバーブロッドが避けられたかどうかはわからない。もしかしたら救えたかもしれないなどと考えるのはとんでもない思い上がりだ。ビルの怒りは、絶望は彼だけのもの、他のみんなもね。ねえ、そこまで理解しているのになぜルークハントさんはここへやってきたの？私はやれるだけのことはやったというために来たんだ。なるほど。やれるだけのことはやった？ああ、他の誰のためでもない、私自身のポリシーのためさ。君は本当に変わった人間だね。今日はとても興味深いデータが取れたよ。ありがとう。それじゃあ僕はそろそろ本部に戻らなくちゃ。ランチとディナーは12時と19時に手配したけど、時間を変更したければドアの横にあるデバイスでオペレーターに連絡を。前方スクリーンに話しかけてもらえればバーチャルアシスタントが起動して各種ゲームや映画などを楽しむことができるよ。暇つぶしにどうぞ。おー、すごい、最新の映画まで全部入ってる。いやいや、ヘラクレスを戸惑うほどに好待遇だ。早く検査が終わればいいな。メルシー、お気遣い感謝するよ、オルト君。じゃあみんなの検査が終わるまでしばらく待っててね。やれるだけのことはやったか。兄さんのためにオルトができることって何なんだろう。いつもためになってると思うけどね。
ただいま兄さん。被験体 F のテストはどう？今バトルシミュレーションでのテストが終わったところ。本当に何もかもがしょっぽいんだよな。高濃度のブロッドが検出された魔獣っていうのは事前の調査通りなんだけどね。検査で分かったのは魔獣と何らかの動物を魔法的に掛け合わせた存在だってこと。人間と同等の思考能力を持っていること、ね、魔法は見た目通りしょぼいこと、それからブロッドの蓄積量が桁外れに多いかもしれないこと。かもしれないって兄さんらしくない発言だね。どういうこと？正確なブロッド蓄積値を計測しようとするとその度に数値が著しく狂うんだ。ファントム化した被験体と同等か、それ以上のブロッドが溜まってるレッドゾーンの数値が出たかと思えば、次の瞬間には限りなくゼロみたいな数値が出る。ヒーリングルームでブロッドケアを試みても全く効果がなくって。見てよこれ。コーン、デザートを一口よこすんだぞ。すごく気持ちよさそうに寝てるね。各数値もすごく安定してる。謎の組織にさらわれてよくへそ天で爆睡できますな。へそ天。その謎の組織のボス、カッコ仮が言えたセリフじゃないですが、バトルシミュレーターの他にもいろいろと検査をしてみて分かったけど、グリム氏には何らかの強烈な魔術がかけられた痕跡がある。彼の耳から出ている青い炎、魔獣だから種族特有のものかと思っていたけど、もしかすると兄さんと同じで呪いが具現化してるの？呪いを呪いなの、あなたの髪。その線で術の解析を試みたけど、かなり複雑な魔法が重ねがけされてて全体像がつかめない。ステュークスの保有するスーパーコンピューターの処理能力をもってしても解析し終わるまでに100年かかりそうだよ。重ねてある魔法の浅めの階層を覗いてみて分かったのはかなり古い魔術だってこと。ここに来てなんかグリムのこういうこと聞けるんやね。古いってどれくらい？1000年前の原始魔法クラス。誰が何のためにグリム氏にこんな複雑な魔術を施したのかわからないけど、現状グリム氏に施されてるブロッド体制が呪いなのか祝福なのかもわからない。というかその二つは呼び名が違うだけで、相手に何らかの魔術を付与するという点で同種の魔術だもんね。違うのは術者の感情がプラスなのかマイナスなのかだけだ。そう、僕たちの一族が代々受け継ぐ溜まったそばからブロッドを焼却する呪いだって。溜まったそばからブロッドを焼却する。人によっては一生暴走しなくて済むありがたい祝福だけど、きっと僕らのご先祖様からすれば二度と謀反を起こさないよう施された呪いだ。なるほど。シュラウド家が代々嘆きの島の番人をするよう命じられた原因は、初代当主が原初のファントムと呼ばれるタイタンズを引き連れてジュピター家に謀反を起こしたからだったよね。そうで、結局ジュピターにコテンパンに負けて、罰としてファントムを封じ込めるための牢獄タルタロスとファントムの墓場冥府の管理を押し付けられた。まったく、ジュピターを倒して一族のトップになろうだなんて信じられない。勝率低いのは分かってただろうに、本当に拙者の祖先か。うわー、もうこれ本編見てー。おかげで子孫一同全員が大迷惑。夢も希望もないとはこのことだよ、ヘラクリス。歴代当主はこの世からファントムがいなくなれば、この神器臭い場所からも万人の役目からも解放されると考えて、せっせとブロッドの研究に勤しんできたわけですが、まご覧のようにどうにもならずに今ここですわ。僕も昔は
全人類に僕らと同じ呪いをかければ全て解決だとか考えて、自分にかかった呪いの解析とかしてみたけど、解析し始めて3分で気づいた。体内のブロットを焼却し続ける呪いが、ブロットがない時に何を燃やすのか。ブロットの元である魔力だね。つまり？そう、僕らは負のエネルギーを生産し続けないと、生きてるだけで MP が消費されるデバフがかかってる。へー、なんだそれ。溜まったブロットがすぐに焼却されるだけなら、シュラウド一族は全員陽気でハッピー&マジカルパワー炸裂のヒーロー集団なはず。でもばあさんも父さんも魔法は魔導デバイスで補助してた。しかも超絶マイナス思考なダウナータイプ。その段階で呪いが最悪なものだって普通はわかる。子供の頃の拙者察し悪すぎか。ブロッドを燃やし続ける僕らの体は、この嘆きの島の地中深く、負のエネルギー渦巻くファントムどもの墓地、冥府を管理するためだけに適合してるわけ。最高によくできた呪いだよ。さすがは神々の時代と呼ばれた古代にかけられた呪いですわ。拙者ごときがどうにかできるわけがない。兄さんは天才だよ。だから本気を出せばこの状況を変えられるかも。そりゃ拙者は結構優秀ですよ。でも先祖代々どうにもならなかったことを何とかできるほどじゃない。本気出すだけ無駄。それにホルトだって忘れたわけじゃないだろう。この場所から出ようとしてホルトがどうなったか。それは僕の運命は生まれた時から決まってる。この暗くて神器臭い場所で亡霊たちと一生を共にするしかない。万が一にも僕らが役目を放棄し、タルタロスに封じられたファントムたちが地上に溢れ出すことがあれば、世界はまた振り出しに戻る。そしたら気になってる漫画の続きや化け物ライブも見れなくなるし、ゲームだってやってる場合じゃなくなる。ただでさえリアルには夢も希望もないってのに、お仕事までできなくなったら最悪オブ最悪。それに先祖代々コツコツレベリングしてきたセーブデータのリセットボタンを押す勇気はさすがにないよ。地上の奴らは僕らの苦労なんかミリ知らで能天気に暮らしてて羨ましい限り。めちゃくちゃ何とも言えない気持ちやん。これ迷える死者の魂を導き、誰もが恐れる任務を勤勉に全うしたって言うけど、本当は兄さんみたいに押し付けられた仕事を仕方なくこなしてただけかもしれないね。死者の国の王以外の言葉が思いつかないな。それはないでしょ。もしも本当にオルトの言う通りだったら、もともと推しなのにさらに激推しになってしまいますな。所長代理、被験体 A から E までの全検査工程が終了しました。レテの川の準備が完了するまで各個室で待機を言い渡したのですが、少々問題が。ああはいはい、今行く。あの問題児たち、次は何だって言うんだ。兄さんならできるよ、きっと。え、今なんか言った？ううん、なんでもないよ、兄さん。行こう。うわー、うわー、濃い。すごい話を聞きましたね。あら、ようやく所長代理ご一行様がお出ましね。従順に検査を終えた被験体にねぎらいのお言葉でもいただけるのかしら。てか美容セットは。おい、カイバル大根、なんなんだあの粉っぽい保存食と缶詰だけの飯は。学園の食堂の安っぽいステーキが三つ星レストランに思えるぜ。同感です。やっぱそういう感じなんや。栄養バランスは完璧なようですが、味や食感がおざなりなのはいただけない。ああ、もしあれが嘆きの島の伝統料理だったとしたら失言をお詫びします。
イデア先輩、今すぐ紅茶の支給を要求します。自由。ハートの女王の法律第339条、食後の紅茶は必ず角砂糖を2つ入れたレモンティーでなければならない。これはもう頭が痛いでしょ、イデア人。ここは学外ですが、ハーツラビル領長として守れるルールは守りたいんです。イデアさん、自由にインターネットを使わせろとは言いませんが、せめて朝刊と夕刊くらいは読ませてください。新聞読む人だった。できるだけ世界情勢や経済関連情報が豊富な新聞をお願いします。投資に必須ですから。無理ね。キャー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 、ここは動物園か。君たちまた自分の立場を忘れてるだろう。何度も言わせないでくれないかな。24時間ぐらい我慢しろ。僕がボスだ。それじゃあ言わせてもらうけど、ボス、無理やり連れてきた私たちの面倒をちゃんと見るのもボスの役目なんじゃない？こっちはあんたたちステュークスの掲げる魔法師の安全な暮らしと活動を守るための活動に無償でデータを提供して貢献してあげてるのよ。何かご褒美があるべきよね。ああ、君ら自分がオーバーブロッドして周囲に迷惑かけた自覚あります？もちろん。でもその件に関してあんた個人に迷惑をかけた覚えはない。いるよな、自分が直接被害を被ったわけでもないのに被害者ずらして噛みついてくるやつ。いや、オーバーブロッドしたってだけでめちゃくちゃ被害被ってますから。何度も言うけど、こっちだってやりたくてやってるわけじゃないんだよ。おかげで推しのイベは走れてないし、音源の連続ログ部は途切れたし、不満ばっかり一人前の問題したもか。切れていいと思う。本当に、なんだってこんな時にうちの両親は揃って留守なわけ。顔見知りの兄さんが対応すれば被験隊のみんながリラックスできるって考えたのかもね。顔見知りだからこそめちゃくちゃやりづらいのわかるだろ。普通他人の感情より効率を優先するとこ、マジで拙者の親って感じ。移動履歴を見る限り二人ともこの件についての調査で黎明の国に出向いてるみたいだけど、この問題児どもが在籍する学園の責任者として連行された学園長の事情聴取が目的だろうな。あ、ここにいないんだ。どうせやらされるならそっちの仕事を僕にやらせてほしかったですわ。でも兄さんのお友達が家に来るなんて初めてのことだよね。お友達、僕は嬉しいけどな。は？友達？せめてアズール友達なんじゃないの？違う？うん、僕らは経験したことがないけど、アニメやドラマでは同級生や部活の友達がお互いの家に行く展開はよく見るよ。きっと家に友人を招くという行為は普通の人にとってよくあるコミュニケーションなんでしょ？確かに普通の人にとってはよくあることかもしれないけど、僕らにとってはフィクションでしかない。それに今回は友達が家に遊びに来たんじゃなくて、知人を被験体として研究所に強制連行したの。知人を所有地内に移動させたって部分は同じじゃない？全然違う。楽園と冥府くらい違う。認識アップデートよろ。大体この問題児たちが友達だってご冗談でしょ。ちょっとそこの二人、何ブツブツ言ってるのよ。私たちの話聞いてる？検査が終わったって言うなら日課のワークアウトかヨガをさせてほしいんだけど。俺も少し体を動かしたいですね。肉。紅茶。ダメだこの人たち。経済誌。ああやかましい。いや、これはもう声出していいよ。明日には帰れるんだから、ちっとおとなしくできんのか。なんだなんだ。1300より被験体 ROS859A SUS3320B のテストを開始します。ん？現在該当ファントムのケージを凍結解除中。
ファントムの啓示を解除。職員の安全に万全を期すため、テスト終了まで館内の扉はすべて施錠されます。なんだ。館内を移動中の方は速やかに管轄エリアにお戻りください。今日は A クラスのファントムのテストか。少し時間がかかるかもしれないな。というわけで、君らは今から 2,3 時間はこの部屋から外に出られません。え、元ネタあるやつ。各自適当に暇つぶしよろ。2,3 時間。もう44か、ね、昨日も言ったけど、ここはただの人間ドックセンターじゃないの。アナウンス聞こえなかった？データ収集のためタルタロスから危険なファントムを一時的に解放してテストをするって言ってたでしょ。防衛システム、ケルベロスシステムがあるとはいえ、トラブルが起きる可能性はゼロじゃない。どういうトラブル起きるんだろうこれから。だから万が一に備えてテストが終わるまではシェルターも兼ねた部屋の中に全員引っ込めって話。大体の事情は飲み込めたけど、まずタルタロスって何のこと？ああ、左遷。完全に内輪乗りで喋ってましたわ。タルタロスはステュークス本部の地下空間に建設されたファントム収容所の名前だよ。収容されている被験体の数は常時1万体は下らない。1万体？世界中からファントムの検体が収容されるとは言っていたけど、まさかそこまでの数が収容されているなんて。タルタロスは初代シュラウド家当主が嘆きの島の番人になった神々の時代に建設された。それ以降カロンたちが世界中から被験体を集めてるから、そんくらいの数にはなるというか。神々の時代からなら逆に1万体ってのは少なく感じるな。まあ時間経過とともに消失する個体も多いですし、でも中には1000年以上消失せず収容されている強力なファントムもいる。1000年以上も憎悪にまみれた怪物の姿で存在し続けるだなんてゾッとするわね。ステュークスに収容されているファントムは危険度によって12グループに分けられているんだ。そして深い階層に収容されている被験体ほど危険度が高い。さっきアナウンスがあった A クラスの被験体はかなり要注意な個体と言えるね。でも普段は頑丈な収容ケージの中で凍結されているから、そんなに怖がらなくて大丈夫。さらに父さんがベースを作り、6年前に兄さんが完成させた防衛システムケルベロスシステムがある。万が一の時も12歳の時に作ったってこと？安心安全さ。カイワレ大根が完成させた防衛システムだ。逆に不安を感じるけど。なんで？ケルベロスシステムはすごいんだよ。伝説に残る死者の国の番犬ケルベロスの名を冠するにふさわしい完成度の高さなんだから。タルタロスだけにとどまらずこの島全体のセキュリティを全てカバーしてるだけでもすごいのに、非常時には無人でも3つのブレインが議決した最善の方法で敵を。ああオルト、ストップ。皆さんそういう話ミリも興味がないと思うんで。というわけだから諦めてこの部屋でおとなしく時間潰しててください。じゃあ拙者はこれで。何を勝手に話を切り上げようとしてるんですか、イデアさん。せめて暇つぶしできるものを何か提供してほしいという話が終わっていませんよ。そうね、ランニングマシーンとは言わないから、せめてヨガマットが欲しい。僕としては学習に役立つ参考書や魔導書などが望ましいけれど。そういえば昨晩提供された個室では映画が見られたんですが、ここのモニターでは見られないんですか？ 2,3 時間なんか昼寝でもしてりゃすぐだろう。ふう。長時間の昼寝は体内時計を狂わせる。夜眠れなくなるわよレオナ。ご心配いただかなくても、おかげさまで寝つきだけはいいもんで。あんたって
いちいちそういう物言いをしないと気が済まないの。兄さん、この人たちを同じ部屋に3時間収容していた場合、揉め事に発展する確率は 87% 以上だよ。おもろ。回避策としてそれぞれの望むものを手配したところで、同じ空間に置いておくだけでどうあがいても揉めそう。マルチ揉めエンド採用って感じ。ある程度の人数でできる穏便な暇つぶしか。それこそボードゲームじゃん。あ、ボードゲームはプレイ人数が5名以上対応でルールが難しくない。マジカルライフゲームなんか最適じゃない。待った、スゴロク系のゲームをこのメンツでやったら、サイコロの目によって煽り合いが発生し、最終的に殴り合いに発展する可能性が高い。それは確かに。じゃあ対戦じゃなくて簡単にやれる、あ、コンピューターゲームは？オンラインからゲームをダウンロードして遊べる機能が僕に搭載されてるよ。対戦型のゲームじゃなければ揉め事は発生しないかも。このメンツゲームとか全然興味なさそう。断られたら別の案を考えればいいじゃない。失敗は成功のもと。いやでも、皆さん注目。ちょオルト。これから約3時間同じ場所で過ごさなくてはならなくなった皆さんにコンピューターゲームのプレイを提案します。日中スクロールいきますか。何ミニゲームさせられるのこれ、もしかして。コンピューターゲーム、かつて発売されていた数々の大ヒットゲームをインターネット経由でダウンロードしてお楽しみいただけます。皆さん、ゲームとか興味ないですよね。でもみんながゲーム好きなんかどうか聞いてみたい。どんなゲームがあるの。さあせん、オタクってやつは往々にして空気が読めないもので。え、だからどんなゲームがあるの。え、ビルシー、イケイケのスーパーモデルなのにゲームに興味あるの。何その偏見。どんな職業にだってゲーム愛好家は一定数いるでしょう。というか、移動や撮影の待ち時間を潰すために携帯ゲーム機を持ち歩く芸能人は多いわよ。私だって自分でゲーム機を持ち歩くことはしないけど、誘われてやったことくらい何度もある。へえ。3時間ただ無意味に過ごすより普段やらないことをやってみるのも悪くないと思っただけ。ビルさんの言うことも一理ありますね。アズーラこれやったことないぞ。ゲームの実況動画などで生計を立てているマジカメグラマーもいると言いますし。またそういう発想なるアズーラさん。新たなビジネスのきっかけになるかもしれません。実家には何台かゲーム機があったが、ナイトレイブンカレッジに入学してからは全然やっていないよ。そうなんや。妹ってやってたりするんかね。鬼教官じゃない、真面目なリドル氏と王子様なレオナ氏は家庭用ゲーム機で遊んだりは。ああ、するわけねえだろ。やらない。暇を持て余してパソコンに入っていたチェスゲームをしたことはあるが、その程度だ。ゲームキースイーパーとかね。実家にテレビが置いてありませんでしたね。想像通りの回答、安心しました。あざす。じゃあ初心者でも遊べる簡単なゲームをチョイスするね。あ、いや、僕は遠慮しておくよ。ゲームには依存性があり、学力低下を招くとお母様が。は？ゲームが学力低下に影響する。やだやだ、いるよね、自分にとって都合が悪いものを誰にとっても悪って決めつける人。でもゲームにのめり込みすぎれば学習時間が減るのは確かでしょう。そりゃのめり込みすぎればね。でも逆に節度を守って楽しむなら、ゲームは思考力や判断力に良い影響を及ぼすっていう論文も存在する。もしゲームをしたことで成績が落ちたなら、それはゲームのせいじゃない、節度を守れなかった人間の落ち度。そうだ、勝手にのめり込んだ方が悪いのに、それをゲームのせいにしないでくださらんか。そうだそうだ。ありゃ、兄さんのヒートアップスイッチを押しちゃったみたい。ああ、勘違いしないでほしいんだけど、
拙者は別にリドル氏にゲームの良さを理解してほしくて言ってるわけじゃないから。ゲームを楽しもうって気持ちがない人がケチつける前提でプレイするなんて完全に時間の無駄だし、全方位に失礼。リドル氏の考えを否定する気はないし、実際リドル氏はそのマインドで生きてて長年学年主席キープしてるんでしょ。なら現状維持でいいんじゃないですか。万が一にもゲームに触れたことで学力低下を招いたら困るでしょうから。ドゥフフドゥフフな、はあ、ああリドル、まくし立てられて完全に固まっちゃってる。イデアのやつ、本当に他人をイラつかせる喋りの天才だな。イデア先輩って、あんなにハイテンションでたくさん喋れる人だったのか。部活中も、ゲームやアニメのこととなると、急に早口になることは多いですよ。うわ、めっちゃ見てみたい。バカにしないでください。この僕がゲームをした程度で成績を落とすなんてありえない。おやおや、さっきと言ってること変わってませんか。ゲームは学力低下を招くとか言ってたの誰でしたっけ。このゲーム本当モノマネ多いよね。それは自制ができなかった場合の話で、僕はそんなことにはなりません。本当でござるか。ゲームやったこともないのにどうやってそれ証明するんですか。いいだろう、それならやってやろうじゃないか。そしてゲームなんかじゃ僕の学力に傷一つつけられないことを証明してやる。楽しくてやめられなくなっても知りませんぞ。オルト、モニターにプレイできるゲームのタイトル一覧を表示して。はーい。ああ、完全に乗せられてる。見てられないわ。リドルさん、頭はいいはずなのに煽り耐性がゼロですからね。イデアもイデアよ。後輩相手に大人げない。ゲームを初めてプレイするリドルローズハートさんに最適なゲームはシンプルな操作で遊べる冥界伝説がおすすめだよ。冥界伝説。初期8ビットロムのタイトルを選ぶとは、さすがはオルト、渋いけどいいチョイスですな。うん、せっかくならゲームの歴史も一緒に味わってほしいからね。初期8ビットってかなり古いタイトルなんじゃないの。ですです。拙者たちもこのゲームはデジタル配信版でしかやったことない。なぜならカセット版はプレミアがついててなかなか手に入らんのですよ。冥界伝説は35年前に家庭用ゲーム機向けに8ビットロムカセットとして発売。プレイヤーは死者の国へ魂を運ぶ先導となり、ステージに点在する魂を回収しつつゴールを目指すんだ。横スクロールゲームの元祖とも呼ばれている作品だよ。この横スクロールがシンプルだからこそ逆にハマるんすわ。死者の国を舞台にしてるのも最高。子供がかっこいいって思うポイントをがっつり押さえてる。さあリドルローズハートさん、この8ビットソフト専用のコントローラーを持って。な、ああ、難易度はイージーモードに設定してっと。よーし、ガチで初めてゲームする人ってどんな感じになるんだろう。左にある上下キーで青色、あ、黄色も取るのか。おお、今グラディウスが流れてるわし、頭の中で。210でした。次もあるんですか。次は誰がやるんですか。じゃあ次はレオナがやるのかな。リドルさん、その青や黄色の炎を集めるんだよ。岩に当たるとライフ減りますぞ。上ボタンで回避。すごいすごい顔して見てぞイデアシ。上ボタン、コントローラーの上側にボタンなんかついていないよ。いいね、初心者っぽいその感想が。想像の斜め上を行く返答、嘘でしょ。左手側にある十字キーの上だよ。陸生活が短い僕でもそれくらいは分かりますよリドルさん。それで今バカにされとる。右から大きな黒い犬が出てきた。あれ敵？
初見キラーの冥界の番犬来た。一番下レーンまで移動して。はで今度は下。いやでもそれに対応できてるリドルもなかなか。あ、もしかしてゲームオーバーになった。ああライフがゼロになっちゃった。ゲームオーバーだね。ほとんど何もできなかった。いや、さすがの拙者もコントローラーの上側にボタンがついてないって言った人とは初めて会いましたわ。ま、拙者友達いないんで、オルト以外とリアルでゲームするの時代初めてなんですけど。貴重な体験じゃ。リドルさんにも苦手なものってあったんですね。その表現には誤りがある。苦手ではなく、ただの経験不足だね。そんなことを言うなら君もやってごらんよ。お、今度はアズールさんですか。いいでしょう。コントローラーを貸してください。難易度はそのままでいいよね。あ、同じゲームやんの。それじゃあ始めるよ。あら、今度は船頭がちゃんと上下に動いて岩を避けてるわね。うん、初めてにしてはなかなかのお手前。てかリドルの見てたわけだしね、初見ではないよね。このタイトルは初めてやりましたが、陸のゲーム機はいくつかフロイドが所持しているので。へえ、フロイドゲームやるんだ。触ったこと自体はあります。それにリドルさんが先陣を切って見事なお手本プレイを見せてくれましたから。アズールアーシングロッドさん、ノーミスでステージ1クリア、おめでとう。おめでとう。当然です。オルト、テーブルについている小さなモニターにゲーム画面を映すことはできるかい。もちろんできるけど。熱中してる。僕もノーミスでクリアできるまで特訓をする。おや、ではノーミスクリアの先駆者である僕が特別価格でコツを教えて差し上げましょうか。結構だ。コントローラーの使い方を習得すれば僕だって。やれやれ、完全にミイラ取りがミイラになってるな。あんたたち、1時間に1回は休憩を挟みなさいよ。チッ、ゲームごときでキャンキャンうるせえガキかよ。20歳がなんか言ってんぞ。ナイトレーヴンカレッジに在籍する生徒の平均年齢を考えるとほとんどが未成年だからね。一般的には子供という分類で正解だよ。そういうこっちゃね。とにかくもう少し静かにやれねえのか。てめえらの声は昼寝の BGM にするにはうるさすぎる。じゃあレオナキングスカラーさんも一緒にゲームをしようよ。お、やっぱレオナ行く。ああ、実はレオナキングスカラーさんにぴったりのゲームがあるんだ。その名もヒドラの逆襲。で、出た、ヒド逆。数々のミニゲームが搭載された初期パーティーゲームの名作。物語は英雄を目指す青年がとある伝説のトレーナーに出会うところから始まる。青年は伝説のトレーナーとの厳しい特訓を乗り越え、レオナに脅かす怪物、この提案するのすごい。ってのが大筋。このゲーム続編が出ているよな。昔携帯ゲーム機でやったことがある。そうそう、よりミニゲームの種類を充実させた続編が携帯ゲーム機で発売されて、初代据え置き版よりも売上本数を伸ばしたんだ。初代は27年前に発売され、数年前にダウンロードコンテンツ化。そしてこのタイトルは近年とある理由で再び盛り上がりを見せているんだよ。なんだそのとある理由ってのは。質問してくれるんだおじたん、ちゃんと聞いてんのに人の話。あ、オルト、もしかして。それはやってみてのお楽しみ。ほらレオナさん、コントローラーを持って。うわ、強いオルト。おい、俺はやるなんて一言も。それじゃ張り切っていってみよう。うまい、おじたんにやらせるこの展開。モグラ叩きか。ヒドラを倒す。ヒドラ以外はダメ。
次はアズールかな。もうアズールやったことになってんのかな。シューティング、レオナさん、金色のヒドラは高得点だよ。ああ、伝説のトレーナーの人形は叩いちゃダメ。はあ、このすっとぼけた顔したやつが伝説のトレーナー。大体特訓中に飛び出してきたら叩かれたって文句は言えねえだろう。それはそう。偶然論ですけど、使用なんでそこはツッコミ禁止で。レオナ先輩、確かここから一気にヒドラの首が増えてきますよ。ち、なんで俺がこんなこと。わあ、持ち前の動体視力と反射速度が反映された高スコア。そりゃどうも。で、このゲームのどこが俺向けなんだ。それはね、ヒド逆のプレイ画面に猫が夢中になってじゃれつく動画が大バズり。愛猫家たちがハッシュタグ猫 vs ヒドラってタグで次々モニターにじゃれつく猫の動画を投稿した。やば。その後、動画を見たとある研究者がライオンもヒドラの逆襲に夢中になるのかっていう実験をして、ライオンも猫同様にスクリーンに映し出されたヒドラの興味を示し、長時間じゃれつき続けることが判明したんだよ。ステュークスのデータベースによれば、レオナキングスカラーさんはライオンの遺伝子を継ぐ獣人族だから、このゲームなら飽きずに楽しめるんじゃないかなって予測を立てたんだけど。オルト、それは笑っちゃった。ジャミル笑っちゃった。やるじゃないオルト、完璧なチョイスだわ。ああ。ゲームを開始してからの集中力といい、この高スコアといい、やっぱり僕の予測は外れてなかったみたい。楽しんでくれて嬉しいよ。おほほ、確かに乗り気じゃなかったのにこの高スコア。思わず夢中でヒドラの首を追いかけてしまったのは事実では。猫科のサガには逆らえないなんて、レオナにも案外可愛いところがあるのね。オルトに全く悪気はなさそうだが、この先輩たちと来たら好きあらば相手を煽ることに余念がないな。レオナさん、楽しんでくれたならもうワンステージやってみない？はあ、悪いなおちびさん。そちらの皆さんがおっしゃる通り、俺は猫科のサガに逆らえないタイプでな。昼間は眠たくて仕方ねえんだ。もっと遊びたいところだが、眠くて眠くて続けられそうにない。悪いな、他を当たってくれ。そっか、残念。さすがレオナ氏、やりたくないことからの逃げ方がプロのお手前。というわけで、あとはてめえらで勝手にやれ。おらよ、コントローラーだ。よ、平和に逃げたね。とどうやらご機嫌を損ねてしまったようですね。気にする必要ないわ。あいつは機嫌がいい時の方が珍しいんだから。ジャミルバイパーさんもヒドラの逆襲をプレイする？いや、俺がプレイするよりビル先輩のゲームの腕前を拝見してみたいな。私の？ええ、まあ、それはそれで見て。先ほどからずっと見ていらっしゃるだけなので。私も普段はゲームをしないし、見ても面白いことはないわよ。でも、そうね、眺めているのも飽きてきたし、何かやらせてもらおうかしら。オルト、私におすすめのゲームはある？待ってました。ビルシェンハイトさんには絶対これをやってもらおうって決めてたんだ。世界的モデルで輝くスターであるビルさんにはスターローグ、ヒーローへの道。きたー、拙者たちのレジェンド。もうこれイディア氏の反応好き。これはある一人の男が本当のヒーローになるまでの物語である。西暦1997年、ティターン星雲より進行してきたクロノス軍の支配下に置かれた惑星ガイアは混沌の中にあった。侵攻により滅ぼされたかに思えたガイア王朝。しかしクロノス軍の目を欺くため身を隠し、身分を偽り育てられた
一人の王子がいたのである。養父母により自らの出生の秘密を聞かされた王子は、本当の両親とガイアの平和を取り戻すべく一人旅立つのであった。デルデデーン。すいません、つい盛り上がっちゃって、シューティングゲームなんだけど大丈夫。あと全編ストーリーがエモエモのエモなんで。まずさ、このやり始めた時ってさ、イディアのさ、なんかこうちょっと闇を見てしまってフッてなってるところ、ご褒美まで来て大丈夫なのか、イディオシ大丈夫な、情緒が不安定。よかったらやってみてください。なんでそこで急にしぼむのよ、私たち何も言ってないじゃない。そうだよ兄さん、推しゲーは自信を持ってプレゼンしなきゃ。拙者のプレゼンよりプレイしてもらえれば面白さが分かってもらえるはず。とりあえずまずはワンステージやってみて。私シューティングゲームってほとんどやったことないんだけど。なら初心者モードに設定しておくね。ビルシェンハイトさん、コントローラーをどうぞ。では遥か彼方の栄光を目指し、流星のように駆け抜けろ。楽しそう。ご褒美しかないねこれ、イデオシいいな。あ、指で操作するんだ。アイテム、スターローグ英雄への道。あ、上も行けるんだ。これ何を倒すの？こうアイテム取るさ、この位置が難しい。煽るから。うまいうまい、第一ステージのボスまで難なくクリアできたね。プレイしてて気づいたけど、このゲーム実写映画化されてない？え、そんなことある？このストーリーおぼろげだけど、父と一緒に映画館で見た記憶がある。ま、ビルシ実写映画見たの？あの映画ゲーム原作だったのね。今日初めて知ったわ。映画版は原作ゲームのファンからも評価が高かったけど、原作を知らない一般層にもヒットして、スターローグの名前を広めるきっかけになったんだ。そうそう、映画をきっかけにゲームはさらに売り上げを伸ばし、ついに続編制作決定。でもゲームの続編制作決定と発表された直後、リアルすぎるでしょ、言うか戦いしちゃって。マジで悲劇ですわ。シナリオライター、キャラクターデザイナー、ゲームプランナー、全員が揉めに揉めてゲーム会社を辞め、チリジリに。制作陣が誰も残らなかったんじゃ、続編を作っても別物になる可能性が高いわね。そう、無理に別クリエイターを立ててまで続編を作らなかったゲーム会社のポリシーは評価できる。しかしスターローグの続編は永遠にかなわぬ夢となってしまったのであった。その流れで実写映画の続編も凍結しちゃったみたい。いつの日かまた神クリエイターたちが集結し、スターローグの続編が発表される奇跡を拙者はずっと夢見てるんでござるよ。あら、趣味が広いな。夢見てるだけなの？え？そんなに好きならあんたが作ればいいじゃない。は？確かにな、シュラウド家の財をもってすればクリエイターにギャラを払って再集結させられるだろう。おじちゃん寝てないのかよ。はあ？分かってない、君たち全然分かってないっすわ。拙者はクリエイターたちがこれは絶対に面白い、プレイヤーを楽しませてやるぞっていう熱い気持ちで作ったスターローグの続編がやりたいの。報酬でつっていやいや作らせたものに何の価値があるんだよ。そういうものですか？そうだよ、これだからパンピーは。オタクの気持ち分かってないな。熱くなってるところ悪いけど、私はそういう意味で作ればって言ったわけじゃないわよ。え？手始めにチリジリになったクリエイター一人一人を訪ねて、あんたの熱苦しい情熱を伝えて回ってみたら？は？
続編を心待ちにしている熱烈なファンがいることを真剣に伝えれば何か変わるかもしれない。そんなの過去に何度もファン有志が署名とか寄せ書きとかしてますし。それはあんたじゃなくて他の誰かがやったことでしょ。あんた自身は何かアクションを起こしたの？無理無理。うわ、ビル様だな。そして一人が何かしたところでどうにかなるわけないし。最初から無理だって決めつけて何も行動を起こさなければ可能性はずっとゼロのままよ。私ならゼロをゼロのままにしない。ゼロには何をかけてもゼロのままでしょ。でも何かアクションを起こせばゼロが 0.001 に変わるかもしれない。そして 0.001 は100になれる可能性を秘めてるの。だったらやらない理由はないわ。スターローグの主人公だってゼロからスタートして最後はヒーローになる。そうよね。そりゃそうですけど、それは作り話ですし、現実はそううまくいかないでしょう。結局ゲームの制作人だって志半ばで解散しちゃってるわけだしさ。ええ、あんたの言う通り、いつだって現実は厳しく、予定調和のハッピーエンドとはいかないわ。でもだからこそひっくり返せるシナリオもあるはず。だって私たちまだ18歳よ。諦めてエンドマークをつけるには早すぎる。でも拙者にはそんなの無理じゃないよ兄さん。え？学校の友達を家に呼んで一緒にゲームをするなんて僕たちにはフィクションだってずっと思ってた。でもこうして実現したんだもの。だからさ、今回のは友達を家に呼ぶのとはちょっと違うでしょ。僕なんだか自分がやるべきことが少しだけ見えてきた気がするよ。ありがとう、ビルシェンハイトさん。ん？お礼を言われるようなことは何もしてないけど、あんたが何かポジティブな気づきを得たんならいいことね。うん。おい、オルト、拙者の話聞いてる？やった！最初のステージをクリアしたぞ！おめでとう。あ、リドルローズハートさんがイージーモードで冥界伝説の一面をクリアしたみたい。なんとコントローラーの上ボタンが何だか分かっていなかったリドル氏が。それもこれもひとえに僕の根気強いアドバイスのおかげですよ。見返りは何だったの、ね、リドルさん。君は横からあれこれと口を挟んでいただけじゃないか。へえ、勝手にそういうところもあるんやズル。あんたたちあれからずっとやり続けてたわけ。ちゃんと休憩は挟んだんでしょうね。お母さんかよ。おもろ。ゼロをゼロのままにしない。そうすればひっくり返せるシナリオもあるか。なんだなんだ、楽しい時間終わりか。1600被験体 ROS859A SUS 3320B のテストを全工程終了しました。該当ファントムのケージを凍結、収容完了。館内の全扉のロックを解除します。楽しいゲームの時間終わったね。アズール見たかったな。ようやくテストが終わったみたいっすな。やっとこの猛獣だらけの空間から解放される。なんだかんだあっという間の3時間だったわね。ふぅ、よく寝た。レオナ先輩、よくあの騒ぎの中で眠れましたね。目をつぶると川を流れる人玉がちらつく。僕はゲームの実況動画がエンタメとして成立する理由が少し分かった気がします。ほう。もう少しでクリアだというところで
ミスをした時のリドルさんの叫び声と聞いたら思い出しただけでもそれじゃあ皆さん各自個室に戻ってください。明日朝8時には学園へ向けて出発する予定なんで、それまでおとなしくしといて。あ、そうだ、ビルシー、ちょっと話があるから残ってくれる？私にだけ？構わないけど。はあ、おもろ。ああ、おもろ。ルークとエペルが嘆きの島まで追いかけてきた。しかも監督生死まで巻き込んでね。監督生死って言われたの初めてじゃない？監督生まで？冗談でしょ。冗談だったらどんだけ良かったか。おそらくルークスたちの襲来はステュークス始まって以来の珍事として後世に語り継がれますぞ。あの子たち、なんだってそんな無茶を。まさか私を助け出すために？ポルト、ルークスから預かったもの出して。了解。はい、ビルシェアハイトさん愛用のスキンケア用品一式。はだよね、やっぱその反応になるよね。嘆きの島までほうき一本で乗り込んできてビルにこれをって化粧品を渡された時にはスティークス一同完全にフリーズしました。我が盟友ビルの気球存亡の時ってね。おお、笑った。あの子たちを抱きしめてキスした後、ビンタしてやりたい気持ちよ。ルークの突飛な行動には慣れたつもりでいたけど、今回はさすがに驚いた。しかもエペルや監督生まで来てるなんて。待機しろって言ったはずなのに、まったく全然言うことを聞きゃしない。自分たちがどれだけバカな真似をしたのか、学園に戻ったらみっちり説教してやらないと。説教されちゃうの？でもせっかく持ってきてくれたんだものね。ありがたく受け取るわ。あら、この美容液どうかした？ん？いえ、大したことじゃないわ。普段使いのものじゃなく、特別なおまじないが込められたスペシャルケア用を持ってきたみたい。カローンたちに乱暴に連れ去られたのを見て、とんでもなく劣悪な状況に置かれてると考えたのかもしれないわ。なんだ、カローンたちと戦っても勝ち目がないって分かってたはずなのに、それでも追いかけてくるなんて。ルークさんたちは本当に友達思いなんだね。いや、友達思いで済むレベルか？普通に怖いんですが。確かに癖は強いけど、慣れれば裏表がなくて付き合いやすい男よ、ルークは。裏表がなさすぎてデリカシーがないのがたまに傷だけど、おかげで来週に控えた雑誌のカバー撮影には最高のコンディションで挑めそう。外部から被験体への差し入れを許可するなんて、きっと顔見知り特権よね。感謝するわ、ボス。別に、吠えまくる猛獣をなだめるためのジャーキーを与えただけに過ぎないんで。本当にいちいち腹が立つ言い方してくるわね、あんた。話が終わりなら私は部屋に戻らせてもらうわ。はい、おつでーす。はい、こちらイデアシュラウド。所長代理、ケースナンバー LOD627 へ適用されるレテの皮についてのご報告です。現在 88% チャージ完了。本日2000本部に収容されている試験体 A から E、 そして賢者の島全域、その他関係者への使用が可能となる予定です。インターネット上へ流出した情報については現在情報対策班ムネーモシュネーが対応しています。ムネーモシュネー、はい、お疲れさん。じゃあ洪水を起こすのは0時にしよう。了解。賢者の島へはヘキサハンが出動予定です。了解。ああ、そうだ、ナイトレイブンカレッジには
イバラの谷の次期当主マレウス・ドラクニアが滞在してる。妖精はレテの聞き方に人間と差があるはずだから注意して調整して。あの辺のご長寿な種族が知ってて当然の情報まで押し流したらまずい。了解。レテの皮を使ったらみんなシテュークスのことを忘れちゃうんだよね。そう、いくらスティークスの技術をもってしても時間を巻き戻すことはできない。だからレテの皮を使って強制的に齟齬の出ない範疇で記憶を書き換えるんだ。被験体 A から E の5名の記憶は英雄の国の大学病院に特別要請を受け、ブロッドに関する調査に協力したことに変わる。嘆きの島へ連れ去られて戻ってきた魔法師はいないなんて言われてるけど、言ったこと自体を忘れちゃうんだから戻ってくるわけがないんですわ。みんなで一緒にゲームしたことも忘れちゃうの？当然だろ。拙者に対しての認識もスティークス所長代理じゃなく、ただの引きこもりのネクラオタクに戻る。あ、それはここでのことを覚えてても変わらんか。ふい。オルト？え？さっきから少し様子がおかしいけど、どこか調子悪い？魔導回路かリアクターに不調があったりするのかな。念のためにメンテしようか。ああ、ボディのどこにも不調はないよ。兄さんのメンテはいつも通り完璧。普段あまりしないことを経験したから、メモリの処理に時間がかかってるのかも。そう、ならいいけど。僕、研修施設のルークさんたちの様子を見てくるね。ちゃんとビルさんに化粧品を渡したよってことも伝えてくるよ。ああ、うん、言ってら。どうなるんやろう。オルト、ゼロをゼロのままにしないために僕ができることってなんだろう。教えてあげようか。誰？おいで、こっちへおいで。この声、タルタロスの方から。まさかファントム？知りたいんでしょ、君に何ができるか。これ誰の声？知りたい。どうしても変えたいんだ、未来を。なら、もっとこっちへ降りておいで。もっともっと深いところまで。もっと暗くて寒い地の底まで。ここは…そこに…いるの？うん、君が生まれる前からずっと。でも寂しくなかったよ。ここにはたくさん友達がいるから。どうも。僕は君に、うん、めっちゃ耳耳と世界中のみんなに僕たちの友達になってほしいんだ。そうすればこのケージはいらなくなる。兄ちゃんは自由になれる。兄ちゃん、君はまさか。やっぱ弟じゃないの？やあ、ルークハントさん、エペルフェルミンさん、監督生さん。どう、大丈夫？オルト、何か不便なことはない？ああ、オルト君、
お気遣い痛み入るよ。おかげさまで快適に過ごさせてもらっている。ビルさんやグリムさんたちの検査は全工程終了したよ。大きな異常もなく経過は良好。今はテストによる疲労を回復させるため各自個室で休息をとっている。特にグリムさんはテスト項目が多かったからね。お腹を天井に向けて大の字で熟睡中さ。君たちと合流できるのは明日の朝この島を立つ時になりそうだ。おお、一刻も早くビルの元気な顔を見たかったけれど、疲れているのなら押しかけるべきではないね。そうだ、ルークさんから預かった化粧品ちゃんとビルさんに渡したよ。本当かい？メルシー。君たちの友情と好意に感謝を。ううん、お礼を言うのは僕らの方だよ。君たちが嘆きの島にやってきたことで僕が生まれてきた意味がやっとつかめそうなんだ。僕もやれるだけのことはやったって言えるように頑張ってみる。ゼロをゼロのままにしないように。ムッシュお人形、君がつかみ取る未来が輝かしいものとなるよう願っているよ。ありがとう。それじゃあまた。なんだかオルト君、昼間とは雰囲気が違うような。の大丈夫かな。さあまずはケルベロスを眠らせよう。このコマンドは取り消すことができません。実行しますか？時は来た。行こう。全宇宙がそんなに簡単に解放できる。生体認証完了。あ、生体認証か。オールグリーン。プログラムを実行します。この日が来るのをずっと待ち望んでた。僕たちならきっと未来を変えられる。ゼロをゼロのままにしないためにやっと会えたね。はじめましてオルト。どこまでやるんこれ。中編に。あいや思ったよりなんだろうな、なんか絶望的ではなかった。なんだろう、なんかもっとひどいんかと思った。うん、全然待てるし、なんならもうご褒美だけで生きていけるけどけど思ったより絶望よりは楽しかった